マリナーズで会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさん、48、が3日、千葉明徳で選手指導を行った。2日から訪問しており、指導2日目となった。年内にもう1校、訪問する予定だという。指導に至ったきっかけは、同校の福中義明理事長から届いたメッセージだった。全国で一番最初に届いたメッセージには、チームとして夏の大会のベスト8の壁を越えたい、選手としても上手くなりたい、さらには選手たちの人間としての成長のため、一緒にプレーをしてほしい、との内容が書かれていたという。先月29、30両日には秋季高校野球東京都大会を制した國學院久我山で選手指導を行っており、今後2校目の訪問となったが、イチロー氏は一番最初に訪問を決めていた学校だったという。走塁指導、守備指導に加え、フリー打撃の実演を含め約4時間の指導を行ったイチローさん。この冬を越して、春、どうなっているか注目しています。高校生は一冬で変わるから。きっかけをつかめば、冬とは違う選手になるから。今回、そのきっかけをつかんでくれたら嬉しいと思っていたと話し、練習で使ったバットをプレゼントした。二塁手の作田良太郎主将、17、は野球界なら誰でも一回は憧れるというか、見たことがあるというか、そういう方だったので本当に来た時はびっくりしたと率直な思いを口にし、自分たちにない考え方を知ることができて本当に良かった。ためになったと目を輝かせた。印象に残ったこととして、一塁のスチールで第二リードの取り方だったり、一塁から三塁に行く回り方を挙げ自分たちが今までやってきたこととは大きく違う。ちゃんとそのやり方に理由と根拠があってすごいなと思った。実践でも活かしていきたいと話した。また、イチローさんとキャッチボールを行った青柳克也投手、16、は目を輝かせながら球の速さ、質、重さとかすべて違くて手が痛かったと話し指にかかっていなくて球が抜けていた。イチローさんの右胸に投げるように言われたという。さらに遠投では前に重心を預けるという感じと投げ終わりに地面を触るということを教えていただいた。今まで意識していなかったと話した。同校は夏の千葉大会は3年連続でベスト8で敗退。今夏は準踊り時決勝で甲子園に出場した専大松戸に敗れた。新チームは秋の県大会1回戦で東海大市原防洋2に14で敗退した。作田主将は特に走塁、打撃面はたくさん聞けたので、走塁面を先生と話しながら実践するところは実践してはる、夏に完璧な状態でできるようにしたいとし、青柳は冬を越えて自分の能力のレベルアップと春夏の結果にもつなげていきたい。エースになりたいですと力強く語った。